今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。まあんなノリの方が楽だわ。原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。ここからどうすんの。あれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。行こうよ。ああ。
っ、前を見ろ。悪かったって。去れ。準備はできているか。あ、行こうか。気分転換にはなるな。ジャケット脱いだらどうだ。ガーディナにようこそ。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。もう一泊するしかないな。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品で、ごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。何癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど。宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。出発準備できたって。マジ早いな、船が来るの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。まだ日高いぜ。まあいいんじゃね。
おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは。バカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は？自分たちで見てくるしかねってことが。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろう。どうだ。ああ。私が全力でお助けします。え、カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。オクティス様。かつてレネスは成績に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブライに来て変化した。カンナギとしてではない。大きな力あなたにはある。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んだ。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結び、多くの人々が命を失った。あの日の悲劇のように。お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。すまなかった、陛下を守ることができず。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。ルーナは無事なのか？じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。
you